よ、お前ら、俺様だ。お前らはね、ドラえもんって見たことありますか？だいぶ前にね、ドラえもんでね、サンタトンネルっていう話があったんですよ。まあ、10年以上前ですかね。声優が変わる前だったんで。で、サンタトンネルってどういう話かっていうと、こうなんかね、こうまあ、サンタ煙突だ。サンタ煙突って、まあ、煙突型の道具で、それに欲しいものをこう入れるとね、それがもらえるっていう道具なんですよ。ただし、使い方を間違えて、そのサンタトンネル、サンタ煙突をこう、逆にした状態で、欲しいものを書いてこう入れるとね、その持ってるものが取り上げられちゃうっていう道具なんですね。で、そのジャイアンが、まあ、いつものようにね、ドラえもんからそのサンタトンネルを奪って、漫画をいっぱいちょうだいって書いて、その紙を逆にした状態でサンタトンネルに入れちゃったんですよ。そうすると、ジャイアンの太ったゴリラみたいな母ちゃんが、こう怒ってね、ジャイアンの部屋に来て、こうジャイアンの、ね、部屋に散らかってる漫画を全部回収して、まったくこの子はお手伝いもしないで、この漫画全部もしちまうからねって言って、まあそれで終わったっていう話なんですけど、まあこのもしちまうって言い方がね、俺様個人的にすごい面白いなって思ったんですよ。ね、なんか、燃やすとかいうよりもね、なんかボーボーする感じがね、伝わってきて、で、ジャイアンが、母ちゃんって言って、まあ最後終わるんですけど、で、まあその話はまあ別にどうでもいいんですけどね。まあどうでもよくはないね。その話に関連して、もしそのジャイアンのその燃やされる漫画が、ジバニャンの腹巻きだったらね、ちょっといいなと思って、この腹巻き全部燃しちまうからね。でもね、ジバニャンは腹巻きおそらく1個しか持ってないんでね。ただ、ニャン系妖怪っていっぱいいるじゃないですか。スイカニャンとか、パスモニャンじゃなかった。なんだっけな。メロンニャンとか、イチゴニャンとか。ね、あとトムニャンもそうですね。とかの、なんか腹巻きを全部燃しちまうからねって言ったらちょっと面白いですよね。まあ、もしそのドラえもんの話、ジャイアンが、その、寝転がって漫画を読んでいる状態を、ジバニャンとかのニャン系妖怪がこう寝転がってダラダラしている状態に置き換えます。で、そこに、ジャイアンの母ちゃんが来て、まあ、別にジャイアンの母ちゃんじゃなくてもいいんですけど、怒って、ジバニャンたちの腹巻きを全部取り上げて、ニャン俺っちたちの腹巻き何するニャンって言って、その時に、この腹巻き全部燃しちまうからねって言って、そのままね、ニャン系妖怪の腹巻きが全部ボーボー燃やされたら面白いですよね。ただね、一つ残念なのが、そのドラえもんの話はね、こう、もしちまうからねって言っても、それで、母ちゃんで終わっちゃったんですけど、本当は最後にその漫画をボーボーするところも映してほしかったですね。うん、まあ、それは話に直接関係ないかもしれないけどね、その方がね、ちょっと面白みがあってよかったと思います。ということでね、今日はちょっとわけわかんない話だったかもしれないんですけど、ジバニャンたちニャン系妖怪の腹巻きを全部もしちまったら面白いなっていう話でした。はい、にゃん面白くないにゃん、腹巻きボーボーしないでにゃん。それではさよなら、千葉にゃんの腹巻きもさよなら、ボーボーブーボーブーボーボーブーボーブーブーボ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